ポチャンネルをご覧の皆さん、いつもありがとうございます。本日のメニューはカレーの煮付け、電子レンジ調理で7分です。とっても簡単ですよ。材料のご案内です。カレーの切り身、お酒、みりん、醤油、砂糖、生姜、万能ネギです。材料もとってもシンプルですよね。電子レンジでも身はふっくら、そして卵も美味しいです。ということで本日は小餅カレーの切り身を用意いたしました。それでは早速作っていきます。まずはカレーの切り身の下処理をいたします。パックに入っている魚はいつも水洗いするんですけど、今回は卵がついてますから卵が崩れないように鱗の確認と、あとはキッチンペーパーで軽く拭く程度にしますね。鱗はすでに取れているようです。でも一応念のため包丁で確認していきます。はい、そうしましたらタッパーにですね、こちらの切り身を入れていきます。ちなみに本日使用してますタッパーはダイソーで購入しました、電子レンジでパスタをボイルすることができるタッパーですね。こちらです。こちらを使用してます。このタッパーに切り身を入れて、あとは調味料を入れるだけですね。まずはお砂糖です。そしてお水です。そうしましたらお醤油、そしてお酒ですね。最後にみりんを入れました。ちなみにここでのポイントは、身がですね、切り身が全部この調味料に浸かるぐらいまでの量を入れてください。そうしないと電子レンジで加熱するときに卵がこの水面よりも高い位置にあるとパチパチ跳ねてしまうことがあります。はい、では電子レンジで600ワットで7分です。はい、完成ですね。では早速見てみましょう。しっかりと煮えてます。では早速盛り付けていきましょう。身が柔らかいのでこのように幅広のフライ返しでゆっくりと盛り付けていきました。はい、こんな感じです。そしたら煮汁をかけます。ちなみに今回の煮汁は少し薄めの上品な味に仕上げています。カレーの身の味がしっかりとわかるように、素材の味をしっかりと楽しめる、そんな味付けにしています。そして万能ネギと、あとはお好みで生姜ですね、あしらって完成です。美味しそうですよね。それでは早速いただきます。お箸で身を少しずつゆっくりと骨から剥がしていきます。ではひっくり返しますね。見てください、ふっくらしています。煮汁の色は少し薄めですけども、しっかりと甘辛に仕上がっていますよ。とっても美味しいですね。やはりカレーは身がふっくらとして口の中にふわっと広がる、この食感がとっても美味しいですよね。煮汁をしっかりとつけて、お好みで生姜を乗せてもいいですね。はい、これでいただきます。美味しいです。白いご飯が欲しくなる、そんな料理ですよね。そしてカレーといえばやっぱり卵ですよね。小餅カレーのこの卵、美味しいですよね。ホクホクしてプチプチしてたまらないですよね。見てください、この身の柔らかさ。身が柔らかいから卵がスッと綺麗に取れますね。この柔らかい部分を先にいただきます。美味しいです。そして卵も、今日の調味料の味付けはとても上品な味付けになります。お酒にも合いますし、夕飯のメインのおかずにももちろん合いますよ。
この縁側の部分のこの身も美味しいですよね。電子レンジで簡単調理なのにこんなに身がふっくらとしていて信じられないですよね。ちなみにカレイはお鍋で煮すぎてしまうと身が固くなっちゃうそうですよ。ということで本日も最後まで見てくれてありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録もお願いいたします。そしてタンポポチャンネルでは皆様からのリクエストもお待ちしております。ぜひコメント欄によろしくお願いいたします。ではまたお会いできたら嬉しいです。